今日から2週間にわたってジャンプのトレーニングをしていきたいと思います。高くジャンプすることによって常に相手より優位に立つことができます。高くジャンプするためには上半身と下半身の連動であったり、体の使い方、そして下半身の強化、そういったものを2週間かけて行いたいと思います。まず今日行う動作はバックブリッジ対角ジャンプという動作です。背中を使って体を大きくひねりながら伸ばすという動作を行いたいと思います。それではやってみましょう。以上が今日のトレーニング内容です。できるだけ体を大きく伸ばしてひねるということを意識してやってみてください。次回は棒ジャンプを行います。体を棒のようにして腕の振りを使って高くジャンプする動作です。では水曜日まで頑張りましょう。